前回のカズクラ、広い広い広場を作りたいということで、ついにカズクラ拠点に広場が出来上がる。綺麗な円をいくつも描いていくと、そこにはなんだか綺麗なものが出来上がってきた。あとは桜を散りばめるだけで、なんとも華やかな場所の完成。さて、このままではただのおしゃれな建築、このままではいけません。なんと高評価ボタンを押すと、あなたの子供が夏休みの宿題を終えることができるでしょう。めちゃくちゃ親に限定してて笑っちゃった。ポチポチポチ。というわけで、どうもこんばんは、カズクラです。坂井さんだーだ。さあ、というわけで、もう夏も終わりですね。終わりそうな感じしてる。終わりが近づいてきましたよ。みんな思い残すことはないか？まだ遊んでない。俺はもうまだプールに行ってない。ちゃんとした、行きたい。行こうかな、そろそろ。いいねいいね。まあ、というのは置いておいてだ。サンダー、なんだ俺たち、こんなただの雰囲気おしゃれみたいな建築でいいのか？ちょっとやっぱダメか。俺はこれダメだと思ってる。雰囲気おしゃれって違うよな。そうだね。だから、行くぞ。うんうん、ぶっ壊すのか。浮くんかい、浮くんかい、お前。ほらな、はい、これ、これもう、ここの小屋敷にしてやろう。捨てるんかい、作っておいて。おっ、サンダー。はい。今回は、こちらに意味を持たせるため、うんうん、なんとここがレベルアップの広場になっていきます。なんだってー、レベルアップ広場。そこのな、うんうん、本屋さんあるだろ。でもレベルが足りねえと、うんうん、困る時がある。その時にここに来るだけで、なんて便利な、あるんだレベルが。利便性を考えた立地も最高だし。で、今回はここがそういう場所だと知らしめるために、うんうん、建築をせねばならんとオラは思っている。いいじゃん。この上に分かりやすく今回作るのがこの材料だ。ちら、これは飛んできた飛んできた。回復する。エンチャント瓶を、うんうん、作っていこうと思っている。こらこら、もったいないだろ。このエンチャント瓶を、どう思う？めっちゃいいじゃん。作れるかな？我らならできるよ。まあ、ちょっと、しかも立体だぜ。ガラスが必要だね。ガラス持ってきたよ。さすが。足りるかわからないけど。まあ、ちょっと、一旦これで土台やってみるか。はい。高さここでいいかな？いいと思う。こっからね、ちょっと待ってね。ちょっと言うと、多分ね、全長こんぐらい。お、いいね。でかいな。こんぐらいになるんだけど、原寸大でやると。それならもうちょっと下の方が少し浮いてる感。バランスがいい？2マス下ぐらいがいいと思うぞ。な、それでいこう。オッケー。な、ここから作り始めるといった感じでいくね。わかった。ということは、うんうん、今そこの瓶ね、これ。うんうん。はい、こんな感じです。いいじゃん。オッケーですか？今雷さんで見てます。で、まあまあこういうことだよね。まだ俺は全体像がつかみきれてない。どうなるか心配ではある。それで作り出せるの、カズクラのすごいところだよ。非常に怪しいと思ってる。うまくできるのかな？できるさ、もううまくいってる。やっぱできちゃうのかな、こういうの自分。そうだよ。なんなら、この上の段今パンパンってやっていくね。うんうん。あとこれにね、ただ中身を詰めていくだけの、そんな簡単な仕事だよこれ今回。いいじゃん。はい、これで一旦2段目まで完成いたしました。ガラスの側ね。うんうん。ほんで次行くよ。まだ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 だから、次はね、まだもう1マス広がります。はい。もうまんままんま作ってるよこれ。すごいよ。ほんで、いいのできてるよ。それでまたしぼんでいくってこと？もうちょっと待って、もうちょっと絞るよ。次、いや、ここまでです、これ。はい。一旦これ外しますね。喋りながらでなんか、ある程度できちゃったんですけど。もうできちゃったね。はい、瓶入りカズクラです。かわいい。小人カズクラだ。はい、瓶詰めです。ダマでーす。これできてんの？できてる、いい感じだよ。ほんとだ。できてる気がする。うんなら早速ちょっといろいろやっていこうか、これ。ふふ。もう、サンダそこで見てる。ここで下からもう見てたらいいかい。な、ちょっと置いてきますよ。お願いします。まあ一旦これ仮組だからね。そうだね。どうするかまではまだ分かんない。でもね、これでね、ある程度の雰囲気は分かると思うんだ。やーば、早すぐできそうだね。どう？詰められた感じ。それ呼吸できてる。やばば、カズクラ大丈夫か？光源持っていくか？これどうなんだろう。ガラスが結構角角しくないか、なんか。サンダーに案がある。なんだこれ。この角を壊していけば良くなると。かもしれないと思っている。
おお。どうだいどうだい。多分影響のないところだった。空中の勝村さんがちゃんと撮ってますんで。はい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 。ナイス。これでちょっとマシじゃないかな。あー、ちょっとマシになった。いいねいいね。これね、うんうん、色付きの方がいいのかもっていう、なんかガラスか、どうだろう。ということは白ガラスか。え、白だと銀っぽいから、てかもう逆に緑みたいな。もう外から緑みたいな。ちょっと持ってきてみよう。うん、うんうん、緑ないな。黄緑がいいんじゃない。黄緑オッケー。この色でどうだ。ええんじゃない。これでいってみるか。ちょっと変えてみよう変えてみよう変えてみよう。うんうん、これ置き換えていけばいいってことだもんね。そう、置き換えてみよう。これわかった。ちょっと工事スタートです。スタート。さあ、ということで、キレイキレイタイムスタートでございます。ただ、緑色のガラスに置き換えるだけなんですけども、これがまたすごい綺麗になりそうな予感です。綺麗な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 ガラスで、そして緑色が美しくなっていく。なんと、まあ、素敵な建築をできるようになったんでございましょうか。みんな素敵だと思ったら、ぜひ高評価で応援してください。はい、こちら上空の勝村です。うおー、めちゃめちゃなんか良くなったんじゃないですか。めちゃくちゃいい気がする。口が綺麗になりましたね。うんうん、やっぱ緑色になることでなんか目立たなくなるというか、馴染んだよね。馴染みましたね。これはではでは、やっぱエンチャビンといえば光ってますよね。光ってる。例のお、フロッグライトマン、ちょっと詰めますよこれ。オッケー、参ります。お願いします。わかるのかなこれ。どうかな、楽しみだな。ゆく置いてみるよ。うんうん、わかります。中に詰めてるんだけど、なんか白くなってる。白くなってる。白くっていうか白いよ。え、だ逆にもう中身これで詰めちゃうか、もしくはエメラルドですかね。エメラルドか。エメラルド取ってきます。はい、お願いします。エメラルドください。はい、はい。お、きた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 、跳ねてる跳ねてる。いきますよ。オッケー。どうですか。いいかも。ちょっとなら混ぜてもいいかも。何を混ぜるの。光るやつ。待て待て、うんなら、これはいいかも。でもなんか真ん中が濃いから、このプラスの字で、うんうん、プラスの字で、エメラルドを配置して、で他のところでこうする。どうだ。なんか良い気がする。良い気がする。これもしかしたらだけど、うん、スライムいらないかも。一旦チェックお願いします。はい、こちら上空の勝村です。いやでも結構白いですね。言うてちょっと白いよね。白いですね。じゃあ緑の濃いやつをスライムの代わりに置いて。そうですね、一旦ですね。はい、スライムやりましょう。これはそうだね。ここまでのクオリティを我らはなんかやるようになってしまったんでございますか。これ試行錯誤ってやつだね。これ多分ですね、緑のガラスブロックが必要になってくるかも分かりません。任せて。これはね、サンチャンコで使われた技法だ。そうだね、ガラスの掛け合わせで、いきますよ。お願いします。どうですか。違いがわからない。え、ガラスだと中身がなんであれわからんくなってんのかな今。そうかな。え、持ってきて。うんなら、オッケー。カズクラ、これです。どうぞ。はい、ここで。これ見えない。これ見えないんだね。なんか元からそういうことなんだろうね。そういう仕様だねこれ。うんうん、うん、だから素直にエメラルドブロックは、エメラルドだったらすごくよく見える。うん、これ多分もう気持ちよくエメラルドだけでやった方が気持ちいいかもわからん。これそうしよう。ならちょっとカメラさんそのまんまちょっと撮影しててください。はい、ただ内側にエメラルドを置くだけの簡単な仕事です。これいい検証になったね。うん、本当だね。できたと言ってもいいんじゃないだろうか。これ出てくるよ。今見逃した。頑張れカズクラ。てんてれんてれんて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 ん。ナイス。うんなら、あとは蓋だけ。蓋ね。木材で蓋でもしようかな。そうだね。あとダークオークとかちょうどいいかも。ちょうどいいそれ。あ、これで蓋だけ閉めときますね。お願いします。わ、めちゃめちゃクオリティ高いんじゃないこれ。そうだね。え、中もちょっとこれエメラルドで埋めていいかな、この瓶のところも。はい、できた。できた。イエーイ。ウェイウェイウェイ。え、めっちゃ可愛くないこれ。可
かわいいかわいい。え、超かわいいじゃんこれ。待って、肝心の装置作ってね。あははははおーし、ならもう本気で作るぞ。サンダーやっていこう。んなら今からここに、装置を作っていこうと思っています。はい、よろしいでござるか。お願いします。もう単純な装置でいいかな。いいと思う。レバー式みたいな。不満じゃなくってことね。待って、作れるかな、ほら。ほら、作れるかな。ちょっと作れるよ、家族らなら。いろいろ試行錯誤をしながらやっていこうか、うんなら。わかった、雷さんで見てようかな。雷さん、ちょっとよーし、うんな、チャレンジしてみよう。やっていこう。いけるかどうかわかんないけど、今ちょっとずつ考えてるからな。すごい試行錯誤してる感じが伝わってくるか。伝わってくる。まあ基本的にオブザーバーとこの粘着ピストンってやつを使ってやったりするんだけど、これは。うんうん。ほんで要はにらめっこさせるんだ、なんか。にらめっこ。ああ。カチカチなるやつね。そうそうそう、にらめっこさせるんだよ、こういうもんは。カチカチさせたいから。うんうん。こうするじゃん。うんうん。こうするじゃん。にらめっこした。にらめっこしたでしょ。ほんでね。はい。今ね、オブザーバーってやつを。うんうん、上から下までこう、うんってにょんってするね、これ。ふむふむ。にょんってしたでしょ。んでこれオブザーバー下の方もこう向いてる感じだね、こうやって。うんうん。でにょんってしたじゃん。した。ほんでこれ見るとお尻で今チカチカなってるでしょ。なってる。でね、いけそうな気がしてきたぞ。これ一回押し込むとね、にょん、一回もうさらに一個下下がったよね。下がった。こうやって見ると分かると思うんだけど、下がりました。さらにこれこうします。はいはい。ほんでね、ポイントがポイントがあるんです。これポイントが、これ今上向いてますね。上に変わります。はい、それに対してできたんじゃないかな。え、できたんじゃない、わかんない。え、なんでそのレールを引いたのかがまずわからない。いくよ。あー、なるほど。だから今行くよ、こん中に。来た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 よ。え、むしろこれ四方作れるんじゃない。確かに、やろうと思えば。そう、すげえ。ちょっと待って、自分、え、天才なのかなこれ。いや、天才だよ、家族ら。待って、これ完成したかもわからん。やったね。あとは、詰めてってほしい。オッケー。ほんでね、多少ホッパーでね、うん、余裕も作りつつね、将来詰める時が来たら。やばば、やっちまった。うわぁ、踏んじゃった。ほな、ちょ、カーペット持ってくるね。オッケー。もう詰めたかな、ある程度。3つずつ詰めたよ。オッケー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 。よーし、ということで完成でございます。ナイスです。すげえ、なんか上に経験値が挟まってる。なんか本物のエンチャント瓶みたいで。いいね、いいね、いいね。なというわけで、ちょっと予作が自分傷ついてるので。予作？はい。予作って名前なのね。ほな、うん、いきます。わわ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 わ、やばいやばい、キラキラしてる。やばい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 。あ、っていうかこれ経験値乗ると、まず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 、経験値乗るだけでこれ すげえし、なんか妖精に好かれている人みたい。やばい、もったいないぐらい、もったいないぐらい、これ出てしまった。これ経験値乗るだけで反応しちゃうんだ、これ。そうなの。そう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 、石とか石にした方がいいんだ、これ。なるほど。これ感圧板によってね違うんだ、これ。これ三段もやってごらん。これやってみる。はい、参ります。どうぞ。おー、おー、離れて離れて離れて。お、いいね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 。最高だぜー。すげーのできたな、これ。超回復する。やば。いや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 、今回すごいのができましたね。できました。ということで、今日はこれはすごいエンチャント装置の完成ということで。はい、気軽にこれでね、あの防具とか武器の修復ができてしまうというオールインワンのシステムが今ここに完成してしまったのでございます。ナイスです。はい、今後ともこの世界に便利でかっこいい装置を作って、それが俺たちの仕事だと思っている。はい、まだまだ頑張っていこう。やっていくぜ。なんかまだまだこういうのあると面白いかなってあったら、ぜひコメントでアドバイスくれ。待ってます。ということで、またお会いいたしましょう。じゃあのー、バイビー。